ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。キャラクターの中で一番弱いのはチョッパーだと思うんですけども、さすがにちょっとは強くなったんじゃないですか。使ってみましょう。怪我しないようにな。それでは行きましょう。何が弱いかって確かあれだよね、体がちっちゃくって攻撃当てにくいんだよね。でプラスで必殺技がちょっと微妙っていうところだよな。うん、 OKOK。 とりあえず黄色にしてから進みましょうか。ちょっと待って、動いて。ちょっと仲間ペロスよろしくないな。仲間ペロスよろしくない。我が名ドラキュールミホーク。よし、最強の座を欲する者のみ。そろそろ半分 OK。 あー、いいか、これでいってみようか。 OK。 いや、ゲージ貯めるのもなんか難しいな。うわー、ゲージ貯めるのもちょっとむずいわ。よし OK。 じゃあいってみましょう。いやー、攻撃当たらんわ。あ、いや、でもなんかダメージあるぞ。攻撃はなんか当てにくいけど、ちょっと待って、マジで攻撃当てにくい。お前にやられるとは思ってもみな。マジで当てにくいな。おーしよ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 し、まあまあ前よりは若干ないと使えるようにはなってるか。昔ほんと点でダメだったからね。よし、どうだ。お前もせんや。自分の怪我の。いや、全然減らせん。全然減らせない。ちょっと無敵になる前に倒したい。よし、いや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 、マジで火力がない。よし、どうにもならねえ。でゲージも、たまりにくいしね、これ。ちょっと待てよ。あ、診断してるね。診断を当てて、弱点露出してダメージが上がるんですけど、どれぐらい上がるかっていうのもちょっと微妙なところで。まあ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 、まあ、とりあえずまあ昔よりはいける。なんとか倒せるぐらいはある。ちょっと待って、みんなどこいる？よし、OKOK。診断を当てて、当ててやね。で、攻撃。OK。どこ、ミホーク、倒せないのかい？減らない減らない。もう通常攻撃でいけ。診断を当ててダメージ上げて。ああ、このたける心剣で示そう。 OKOK。 通常攻撃が若干なりと強くなってるんで、仕切り直す必要がある。まあ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 、いけるにはいけるって感じ。よし、でここだよな。無敵になる前に倒せるかどうか。ちょっと HP を赤にしたいね。うん、 HP をちょっと赤にしていきたい。ちょっと減らしてもらおうか。じゃないとこれね、バーストされたらマジでやばいんだよね。もうちょっと HP 減らして OK。 いいかな、これで行ってみよう。 OK。 全体診断した。で攻撃力はどうだ。おお、いけたろ。3体同時。あ、なるほどね。バーストする瞬間に自分の周りにいるやつ全員を診断するのよ。でダメージをそこで上げれるので、そうかそうか、そういう戦い方ね。死んだ。オッケー。おお、ちょっと待って、ガープ一発でいったぞ。でも診断のダメージは、うわー、いやいやいや、全然ねえぞ。どうした？
おお。なんか変にダメージが入るときあるね。うん。その強力なダメージが入ったときは超強い。うん。でもそのダメージが毎回じゃないんだ。オッケー。まあおそらく診断を入れてダメージが相当上がってるんだろうね。ここもそれで行きましょう。オッケー。片栗とちょっとビッグマム一緒になったところを叩きたい。待て待て、ちっちゃくて見えにくい。本当にちょっと片栗どこ。もうどうだ。そんな目で見るな。トナカイの力、思い知らせて。オッケー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 。うんうん、この方法を使えば全然ワンパンで倒していけてるね。こっちも診断入れていきたい。いやこのサイズ差よ本当に。よし。ちょっと待って。ないや、なんかで、ね、やたらなんだろうね。さすが、つい喜びそうになっちゃう。何に？覚えてろおめえ。診断、ああ HP 回復しちゃった。診断が入った時がマジでびっくりするぐらいダメージが入る。ママに食ってかかる。となるとこれちょっと待って、スキル構成変えた方が良さそうね。下手な必殺技よりも通常攻撃の方が断然ダメージがある。おう、痛い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 。なんでそれをちょっと強化していった方がいいな。診断入れて、でもちょっとこの HP はよろしくねえな。痛い痛い痛い。オッケー、まあまあ減らしてもらえれば嬉しい。どうだ、よし。どうだ、 HP 減らしてないけど。おお、いけた。いけるの、いけるんだ。いやいや、その攻撃力は本当にね大したもんだ。ちょっと待って、いた。ナイス。想像以上にやるね。ママに食ってかかるだけの実力はあるらしい。なあ、本気バーストしてる。岩ちゃん倒せ。倒しきれない。やっぱ通常攻撃の方が強いぞこれ。おう、これ通常でもうサボそれするなって。もうめんどくせえこいつ。次にぶっ飛ばされてえのはどうしよう。連続で本気バーストしたいし、それやめて。サボとエースってそういうとこあるよね。OK。 どうだ、減らせる。いけるね。あー、うんうん、倒しきれてない。OK。HP がもう回復したのが本当に良くなかった。なんか戦い方がだいぶ分かった気がする。うん、チョッパーは必殺技じゃなくって通常攻撃で行くとだいぶ強い。うん、あの弱点攻撃っていうのが昔結構微妙だったかなと思いきや、なんかねダメージ上がってる。もう間違いなくの最弱キャラだったんだけど。 OK、 行くぞ。
実力を見てやる。いいね。弱点に攻撃と。オッケーオッケー。おお、めっちゃくちゃ減るじゃん。オッケーオッケーオッケー。いやー倒しきれはしない。よっしゃ、初チャンスのみ。やりやがったな。オッケー、ちょっと待って、どこ本気で行こう。弱点にして、やるじゃねえか。もうそうすれば結構入るんだよ。いやいやいや、当たってねえよ。当たってないよ。いや全然減らせない。これでどうだ、最後。よし、なんとかいけたって感じか。10分30秒、まあまあこんなもんでしょうね。昔に比べるとだいぶ強くなったと思うんですけども、やっぱりねサイズがちっちゃくって使いにくいですね。うん、でもなんかね、使い方は分かった気がする。診断して弱点に攻撃する。まあそれが結構昔よりも強化されたっていう感じです。はい、ということで今日はチョッパーでした。ありがとうございました。